月曜日、ただいまの時刻は8時あと3秒で1分です。カルチャンプルの沖合通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日月曜日のお相手は明るく楽しく元気よくフリーで役者やっております田原かなでです。皆さんおはようございます。これからの1時間もお付き合いください。優しくウニゲーサビラで、またこの番組はサポーターの恋するかっちゃんさんの応援をいただいております。ありがとうございます。ですね、昨日、我が家に圧力鍋、活力鍋っていうやつが来まして、いやー、早期を炊くのが楽しみで、昨日は鶏を丸々1羽こう買ってきてね、お家でサムゲタンを作りました。いやーね、すっごい美味しかった。本当に美味しかった。なんかもう出汁が出るとこまで出てもいや、これからもなんか料理でいろいろ活用できたらなと思っております。どんなのが作れるかな、楽しみだなと思っておりますよ。で、本日のフリートークのテーマになっております、今日はですね、絵本であればどんなものでもぜひぜひ教えてください。なんか好きだった絵本だったり、そうだな、なんか衝撃だったりさ、なんかこのなんだっけ、この絵本やばいみたいな、トラウマとか、そうトラウマな絵本だったりとか、例えば今でもずっと大切に持っている絵本だったりとかを皆さんぜひぜひ教えてください。よろしくお願いします。ということで、この番組ではリスナーの皆さんからリクエストメッセージを募集しております。メールアドレス780@fmnaha.jp、 780@fmnaha.jp、 または FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからお送りください。またこの放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしております。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしていただくとトップページからお楽しみいただけるようになっておりますので、そちらでもお楽しみください。よろしくお願いいたします。ということで、ツイキャストのコメントを早速触れていきたいと思いますよ。アイミルキーさん、おはようございます。たけしさん、おりともさん、ライチさん、仙人さん、タオさん、はい、おはようございます。いや、アイミルキーさん、軍隊の人ですかって、今日は違う帽子かぶってるよ前のとは違うよ、やつ違うやつだよ。今日はなんか麦わら帽子みたいなやつ着てます。はい、皆さんおはようございます。今日も1時間よろしくお願いしますね。ということで、また後で、コメントの方も触れていきたいと思うのですが、ちょっと今日は早速ですが、曲の方に行ってみたいと思います。今日のフリートークのテーマが絵本ということですので、ちょっと絵本というか、このなんかおとぎ話とかに出てきそうな名前だなっていう理由だけで選んだ曲ぜひぜひお聴きください。ではでは、スピッツでロビンソンです。君を追いかけた思い出のレコードと
78.0 亜熱帯ラジオ FM ナパ。8時8分を回りました。カルチャンプルーの沖合通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。これからの時間は今日のお天気と道路交通状況をお届けしたいと思います。本日13日は曇りのち一時雨となっております。時々かな、時々雨ですね。最高気温の方が、31度、最低気温が28度となっております。降水確率なんですけれども、朝6時から、夕方18時までが 30% で、18時から24時までが 60% となっております。夜にかけてちょっと雨が降る可能性がありますので、皆さん、カッパとかあと傘とかお忘れずにお出かけしてください。よろしくお願いします。で、波が3メートルうねりを伴うそうで、沖縄本島地方では高波や高潮に注意してくださいという、注意報の方出ております、ね、ちょっと天気がやっぱりちょっと不安定なところがあって、いや今日もね、なんか急に通り雨が降ったりとかあったりするので、傘は必ずっていうか、持ってた方がいいかもしれないですね。はい、ということで、8時現在の道路交通状況行ってみますね。こちらが、朝日橋から朝日町にかけてですね、ちょっと長い渋滞があります。あと古島の交差点、の方が今とっても長い渋滞がある感じですね。はい、那覇インターチェンジ付近の方はですね、今のところこの渋滞などは見られませんので、でも今からお出かけされる方、今だったらちょっと空いてるので入りやすいかもしれないです。はい、ということで、高速道路の方見ていきたいと思います。琉球大学のバスストップの付近ですね、こちら工事がありまして今規制がかかっております。こちら上りの、道の方ですね。はい、なので、こちら少し規制があるので、この辺少し混み合う可能性があります。はい、なのでお気をつけください。ということで、今日のお天気と、8時現在の道路交通状況をお届けいたしました。ですね、ちょっとツイキャスのコメントの方を見ていきたいと思います。たけしさん、東京はお盆休み期間に入り、いつも満員でぎゅうぎゅう詰めの電車が空いてて座れます。快適な通勤です。あ、いいですね。そっか、お盆休みか。沖縄は再来週ぐらいから旧盆かな。運慶とか福井とか入りますね。いやいや、良かったです。今日はゆっくりと快適に通勤してください。仙人さん、部屋が何かの匂いがすると思ったらタフマンの匂いでした。飲んでないのになぜ。誰かが飲んでるかもしれない。なんでだろう、なんでだろう。はい、たけしさん、圧力鍋あると時間短縮できますよって。本当ですね、あんなに早く料理ができると思わんかった。めっちゃ感動しました。はい、ライチさん、与那原祭りの花火綺麗やったんって。おー、与那原でお祭りやってたんですね。いや、かなでさん、ライチさん、かなでさん、週末どこかの祭りの花火見た。ですね、土曜日は稽古で、昨日はちょっと結構早くに寝てしまったので見てないかな。土日基本ちょっと寝るの早いんですよ私。いや、か寝るか夜遅くまで稽古してるかのどっちかだからな。いや、なんかこの土日のお祭り行きたいんですけどね。いや、ライチさん、トミクスク曇り晴れ、蒸し暑いって。そうですね、なんか今日ムシムシしてますね。はい、織友さん、この曲って奏さん生まれてるって。さっきスピッツのロビンソン流したんですけれども、調べてみたら1995年の曲だそうで、私当時3歳ですね。いやでも、いや、スピッツはね、いい名曲がいっぱいですよ本当に。カパシさん、おはよう、今日も可愛いね、ありがとうございます。
いやありがとうございます。ナク先生遅れました。おはようございます。おはようございます。はい、あ、かっちゃさんおはようございます。おはちっすということで、かっちゃさんの天気予報&今日のラッキーアイテム、今日の兵庫県は晴れのち曇り、最高気温34度、最低気温28度、今日のラッキーアイテムシーツだよ以上。はい、ありがとうございます。ということで2曲目いってみたいと思います。またテーマの曲はね後で、あ、テーマの曲じゃない、ごめんなさい、テーマのコメントとかは後でまた触れていきたいと思いますので、ですね、2曲目にお送りしたいのが、ちょっと初めて聞いた時からめちゃくちゃこの女性の声が好きで、若干ハスキーな感じのいいノリもめちゃくちゃいいなと思いますので、ぜひ聴いていただきたい、新しい学校のリーダーズで恋の遮断機です。 78.0 アネッタイラディオ FM ナパ。時刻は8時16分を回りました。これからの時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面から今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに沖縄タイムスの総合面からお伝えいたします。今日尾長知事告別式、那覇大天寺で午後3時、沖縄の基地負担軽減を訴え名護市辺野古の新基地建設反対を貫いた尾長知事の告別式が13日午後3時から4時半那覇市松山の大天寺で行われます。喪主は妻の美希子さん。県内で現職知事が亡くなるのは初めてで、県内外から多くの人が訪れるとみられています。告別式前に遺灰を乗せた車が午後0時30分ごろに那覇市役所正面入り口前、午後0時40分ごろに県庁正面玄関前を通過します。続きまして沖縄タイムズ総合面からお伝えいたします。滋賀出身の39歳男性か、北朝鮮拘束、軍事施設撮影の可能性。北朝鮮で現地当局に拘束された日本人男性について、映像制作の仕事に関わっている滋賀県出身の39歳とみられることが12日に分かりました。日本政府関係者が明らかにしました。北朝鮮西部の港湾都市南浦で軍事施設を撮影した疑いをかけられた可能性も浮上。政府は情報収集を急ぐとともに北京の大使館ルートを通じて早期釈放を求めています。関係者によると男性は外国の旅行会社が企画したツアーを利用し、今月上旬から北朝鮮入りしていました。過去にも北朝鮮に渡航していたという情報もあります。続きまして琉球新報スポーツ面からお伝えいたします。西原が男女完全優勝、県高校1年生バレー。バレーボールの第24回県高校1年生大会は12日八重洲町のコチンダ運動公園体育館で決勝までを行い、男女ともに西原が頂点に立ちました。男女とも決勝を含め全試合ストレート勝ちの完全優勝でした。男子は決勝で那覇と対戦し、第1セットは25対23と競り勝ち、第2セットは25対20、女子決勝は前原との顔合わせとなり25対11、25対21で下しました。続きまして社会面からお伝えいたします。台風14号、宮古で最大雨量、15号小笠原近海で発生。
台風14号は12日の明け方に宮古島地方に最接近し、同日午後9時現在、東シナ海を1時間におよそ25キロの速さで北西へ進んでいます。気象庁によると、宮古島市荒城で1978年の統計開始以来、観測史上最大の1時間雨量 117.5 ミリを記録。3時間雨量では同市下里で171ミリ、宮古空港でも152ミリの猛烈な雨が降り、両地点で観測史上最大を更新しました。12時間雨量は下地島空港で 168.5 ミリとなり、8月の観測史上最大となりました。一方、12日午前0時ごろ、小笠原近海では台風15号が発生しました。同日午後9時現在、父島の南約410キロにあり、1時間におよそ20キロの速さで北西へ進んでいます。以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面からニュースをお伝えいたしました。今日のトークテーマは絵本ですね。皆さん昔どんな絵本読んでたのかな。まず私からちょっと紹介させていただきたいのがですね、今日いくつか何々読んでたなっていうのを思い返していたんですけれども、おすすめで今でもちょっと読みたいなって思う絵本があるんですけれども、これがまず一つ目がバブとケロっていう絵本がありまして、島田由香さんという方の人気シリーズとなっております。このバムとケロの日常を描いた絵本なんですけれども、このおやつを作ったりとか遊びに行ったりとか、そういったやつなんですけれども、まあ、ストーリーもすごくほっこりするものなんですが、絵とかもすごく可愛くて、とっても大好きでしたね。あれよく小学校の時とかも読んでたな。で、まあ、ストーリーも絵もさることながら、絵本の中にこのバムっていう犬とこのケロっていうカエルのお話なんですけれども、このバムに似たぬいぐるみが出てくるんですね。で、このぬいぐるみが1ページ1ページどこかにいて、それを探すのがすごく好きでした。だからそういったのもあると思う、うん、はい、これが私のちょっとおすすめかなと思います。ちょっと、ツイキャスのコメント見ていきたいと思いますね。ライチさん、絵本ウォーリーを探せ、当時好きだったことウォーリー探したな、夏いーって、あー、わかる、ウォーリーを探せ、私も何冊か持ってたなー、これいいですよね、ウォーリーね。私もなんか夜更かししてまで探してた気がするな、ウォーリーいやー、なんか友達ともね、なんかこう探すのすごい楽しいですよね、うん。で、アイミルケイさん、テーマ絵本、日本昔話の絵本をセットで持っていました。いいな、でもあっという間に大人になりました。いや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 、いいですね、日本の昔話の、ね、やつもいいですよね。日本の昔話、アイミルケイさん、どのお話が好きですか、ちょっとこれ聞いてみたいな。カッパチさん、絵本記憶をたどるってちょっと探してみてください、どんなのがいいかな。あともう一つね、私はグリとグラがとっても好きだった、一番最初のシリーズのやつ、中川理恵子さんと山脇ゆり子さん作かな、でこれもシリーズだったんだけど、一番最初のね、カステラを作る、パンケーキというかを作っていくあの工程と、出来上がったあのケーキがもう美味しそうで、私大人になって作ったフライパンで、お母さんと一緒に、いやー、あれは夢だったから叶った瞬間最高でしたね。はい、はい、ライチさん、絵本解決ぞろりシリーズがまだ続いてることを知ってびっくりした、わら。かなでさん、小学校の頃読んだことあるんじゃんって、懐かしい、解決ぞろり、絵本っていうか絵が入った児童書みたいなやつですよね。いやー、わかりますよ、解決ぞろり読んでましたよ。
私あの兄がいるんですけども、2つ上の兄がいて、兄も読んでたから私もそれをあの一緒に読んでた記憶があります。お家にも多分2冊ぐらいあったと思う、解決ゾロリ。いやまだ続いてるんですね。あ、なんか今アニメにもなってますよね、そういえば解決ゾロリね。いやすごいな。なんか私もそうだけど、この小学生とかの時に出たあのシリーズみたいなものとかが今なんかこうアニメになってたりとかしてるのを見ると、ああ感慮深いものがあるなと思って、ああそりゃ私も25になるわなみたいな感じのがあるな。うんうん。とんこつゆさん、おはようございます。3匹のヤギのガラガラドン、寝ない子誰だ。あー好きでしたぬーて、いいですね。いや3匹のヤギのガラガラドンは私もあのオペレッタでもやって、絵本も持ってたんですけれども、いや3匹のヤギのガラガラドンはちょっとトラウマ、あのでっかいドロールみたいなのが出てくるのと、あの絵のタッチがちょっと怖くて、あの不思議でちょっと不気味な感じがあってちょっと怖かったな。寝ない子誰だ、いいですね。いや素晴らしい。タケシさん、絵本といえばグリとグラ、最近グリとグラが作って食べてるパンケーキを、忠実に再現して出すお店が、近場に発見、今度食べに行ってきます。いいなー、いいなー、いやーいいな、いいな、忠実に再現って最高だな。どれぐらいあるんだろう。まああの主人公のグリとグラはネズミだから、ちょっとめちゃくちゃ大きいというか体の 2,3 個分ぐらいあるやつだったけどいやどれぐらいの大きさなんだろう、あれなんか大きいの食べてみたいですね。いいな、たけしさん。いややっぱグリとグラいいですよね、絵本ね。うんうん。ではでは、また後半でタオさんとかもあのコメント来てるんですけれども、また後半でやっていきたいと思います。一旦ね前半はこれにて終了したいと思いますよ。皆さん絵本のまだまだコメントやメッセージお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ということで一旦また後半に行ってみましょう。はいさーい、もうこのオープニング飽きたね。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now with 円松川。今日のウチナー口、かまさ。かまさ、動詞として使う場合はかますと言います。意味は盗むです。かますにウチナー口特有の何々する人、英語で言う ER をつけて語尾変化させるとかまさになります。日本語っぽく訳すと盗っと、いや泥棒ですかね。でもかまさは決して高価なものを盗んだりはしません。せいぜい駄菓子屋の10円から100円のお菓子程度です。さあ練習です。かまさ、かまさ、相手を非難するようにちょっときつめに言った方がいいですね。盗みを働いた人のためにもなります。10円の駄菓子でも盗むと犯罪ですよ。かまさにならないように。これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイあけぼの店、ステーキ 200g がなんと1,000円、さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。新都心に雪が降る？南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー、食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。那覇のリゾート波の上海空公園、海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ波の上海空公園。
い、改めまして FM 那覇お聞きの皆さん、おはようございます。8月13日月曜日、ただいまの時刻は8時30分です。カルチャープルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日月曜日のお相手は明るく楽しく元気よくフリーで役者やっております田中かなでです。皆さん、おはようございます。はい、これからの後半30分も最後までお付き合いください。ゆたしくうにげーさびだー。はい、ということで前半はこのトークテーマのね、あの絵本についていろいろお話ししていったんですけれども、いやいいですね、なんか懐かしい名前もちょいちょい出てきたりして、でなんか大人になっても読みたい絵本とかもありますよね。いいなー。ちょ、まだまだ皆さんからもコメントとメッセージお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、この番組ではリスナーの皆さんからリクエストメッセージを募集しております。メールアドレスが780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp、 または FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからお送りください。またこの放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしています。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしていただくとトップページからお楽しみいただけるようになっておりますので、そちらからもお楽しみください。よろしくお願いします。ということで、後半ね、早速1曲目いってみようかな。1曲目っていうか、まあ、3曲目かなになるんですけれども、この曲ね、ですね、アニメの月刊少女野崎くんというアニメがありまして、そちらのオープニングで使われている曲なんですけれども、とても耳に残るいい曲で、あのノリもよく好きなので、ちょっと行ってみたいと思いますね。ということで、ぜひぜひお聴きください。大石正義で君じゃなきゃダメみたい。時刻は8時37分を回りました。カルチャンプルーな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。これからの時間は今日のお天気と道路交通状況をお届けしたいと思います。本日13日、曇り時々曇り後一時雨となっております。あ、今日はちょっと天気悪い日になるかな。あ、で日中の最高気温が31度、最低気温が28度となっております。降水確率が、朝の6時から夕方の18時までが 30% で、18時から24時までが 60% と、夜にかけて雨が降る可能性が高くなってきますね。で、行ってるそばから那覇、こっち FM 那覇の方ではちょっと外雨が降っている様子です。通り雨かな。なんか最近多いですね、この急に降ったりやんだり降ったりやんだりっていうのが多い気がしますので、皆さん、あの傘とかお忘れずにね、お過ごしくださいね今日も。ということで、あの注意報が出ておりまして、沖縄本島地方では高波や高潮に、注意してくださいということです。あ、よろしくお願いいたします。ということで、道路交通状況見てみたいと思います。はい、ではですね、古島から、あさと交差点で栄町の交差点、この330かな、の方ですね、だいぶ長い渋滞が今出ております。あ、なので皆さん今ここねすごく混んでいますので、で安全運転でねよろしくお願いいたします。そうですね、そこ以外は今目立った、渋滞とかはないんですけれども、やっぱりね、あの月曜日だから今からお仕事行かれる方もいらっしゃるかと思いますので、安全にで急がずね、イライラしないでちゃんとしっかり車間距離もシャキャンってなる車間距離守ってね、
運転よろしくお願いします。高速道路の方見ていきたいと思います。前半の方でもお伝えしたのですが、こちら高速上りの方ですね、琉球大学のバスストップの付近の方ですね、こちら工事がありまして規制がかかっております。とあと北の方に行って、宜野座インターチェンジ上りの方ですね、こちら今故障車がありますので皆さんお気をつけてこちら運転の方もよろしくお願いします。ということで、今日のお天気と8時半現在の道路交通状況をお届けいたしました。では早速、もうそのまま曲に行ってみたいと思いますね。最後に今日お送りするこの曲なんですけれども、もう初めて聴いた時からとってもなんかメロディーが心に残ってて、ちょっとノスタルジックな感じの曲になっております。これからどんどんなんか注目されていかないかなこの人たちって思っているやつなので、ぜひ皆さん聴いていただきたいです。ですね、このアーティストさんのお名前がベランダです。皆さんベランダ覚えてくださいね。ベランダの Anywhere です。ぜひぜひお聴きください。どうぞ。 78.0 アネッタイラディオ FM ナパー。時刻は8時43分を回りました。これからの時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面から今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに沖縄タイムス総合面からお伝えいたします。今日尾長知事告別式、那覇大天寺で午後3時、沖縄の基地負担軽減を訴え名護市辺野古の新基地建設反対を貫いた尾長知事の告別式が13日午後3時から4時半、那覇市松山の大天寺で行われます。喪主は妻の美希子さんです。県内で現職知事が亡くなるのは初めてで、県内外から多くの人が訪れるとみられます。告別式前に遺灰を乗せた車が午後0時30分ごろに那覇市役所正面入り口前、午後0時40分ごろに県庁正面玄関前を通過します。続きまして同じく総合面からお伝えいたします。滋賀出身の39歳男性か、北朝鮮拘束、軍事施設撮影の可能性。北朝鮮で現地当局に拘束された日本人男性について、冷蔵政策の仕事に関わっている滋賀県出身の39歳とみられることが12日に分かりました。日本政府関係者が明らかにしました。北朝鮮西部の港湾都市南浦で軍事施設を撮影した疑いをかけられた可能性も浮上。政府は情報収集を急ぐとともに北京の大使館ルートを通じて早期釈放を求めています。関係者によると男性は外国の旅行会社が企画したツアーを利用し、今月上旬から北朝鮮入りしていました。過去にも北朝鮮に渡航していたとの情報もあります。続きまして琉球新報スポーツ面からお伝えいたします。西原が男女完全優勝、県高校1年生バレー。バレーボールの第24回県高校1年生大会は12日八重洲町のコチンダ運動公園体育館で決勝までを行い、男女ともに西原が頂点に立ちました。男女とも決勝を含め全試合ストレート勝ちの完全優勝でした。男子は決勝で那覇と対戦し、第1セットは25対23と競り勝ち、第2セットは25対20、女子決勝は前原との顔合わせとなり25対11、25対21で下しました。続きまして社会面からお伝えいたします。台風14号、宮古で最大雨量、
15号小笠原近海で発生。台風14号は12日の明け方に宮古島地方に最接近し、同日午後9時現在、東シナ海を1時間におよそ25キロの速さで北西へ進んでいます。気象庁によると、宮古島市荒城で1978年の統計開始以来、観測史上最大の1時間雨量 117.5 ミリを記録。3時間雨量では同市下里で171ミリ、宮古空港でも152ミリの猛烈な雨が降り、両地点で観測史上最大を更新しました。12時間雨量は下地島空港で 168.5 ミリとなり、8月の観測史上最大となりました。一方、12日午前0時ごろ、小笠原近海では台風15号が発生しました。同日午後9時現在、父島の南約410キロにあり、1時間におよそ20キロの速さで北西へ進んでいます。以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面からニュースをお伝えいたしました。でフリートークの方行ってみたいと思います。本日のトークテーマは絵本となっております。ではですね、私のまだまだ読んでた絵本で、これはおすすめだというものがありますので、ちょっと紹介させていただきます。ですね、2人は友達というタイトルであるんですけれども、ガマくんとカエルくんという絵本のシリーズになっておりまして、アーノルド・ロベルという方、アメリカの絵本作家さんが、書いた絵本なんですけれども、なんでこの絵本かと言いますと、この小学校の時に教科書にも出てきたんですよね、この絵本の内容が。で、友達とかね、なんか大切な人を思う気持ちがすごいなんかダイレクトに伝わってくるような絵本というか、なんか大切なことをすごく教えてくれる絵本だなと思って、私はこれが好きでした。カエルとかがちょっと苦手なんですけど苦手だけど、なんていうのかな、この絵のタッチというか、少し暗い感じのレタッチなんですよ、この色とかがね。なんだけど、なんだかあまり怖くなくて、すごく優しい感じのレタッチというか、なのですごく好きで、よく読んでました、このシリーズものもね。なんかお手紙だったりとか、そういうのを渡すやつとか、この2人の友情をね描くやこの絵本が、そうだな、好きだったなというのと、もう一つトラウマだったなっていう絵本がありまして、もうどうしてもこれ忘れられないんですけれども、お家にもあった絵本なんですけど、押し入れの冒険っていう絵本がね、もう怖くてね、古田たるひさん、田畑誠一さん作なんですけれども、保育園、桜保育園というところで先生の言うことを聞かなかった子が、押し入れに閉じ込められる、お仕置きとしてこの押し入れに閉じ込められる話で、そこからなんか押し入れの中、暗闇の中での冒険が始まるんですよ。なんかちょっと不思議な話だったんですけれども、この押し入れ2段上と上下で2段あったとしたら、上と下に1人ずつ2人の男の子が入れられて、この冒険が始まるんですけど、これに出てたねネズミばあさんだったかな、がすごく怖くて、もうねトラウマすごい怖かったこれ。なのでやっぱり当時私もちっちゃい時に、なんていうのかな、押し入れに閉じ込められるって、暗闇の中に閉じ込められるっていうのが、お仕置きであった気がして、だから余計に怖かったような気がします。はい、ということでツイキャスのコメント見てみたいと思います。タオさん、テーマ絵本、子供の頃好きだったのはいたずら機関車チューチュー、なぜ
なぜキシャッポッポじゃなくてチューチューなのか不思議に思っていましたが、ニール・セダカの、恋の片道切符やズーのチューチュートレインを聞いてそういうんだと理解しました。あーいいですね。いたずら機関車チューチュー初めて聞いたな。チューチューってポッポーと同じような音でね、アメリカではチューチューティーンよね。はい。で、仙人さん、テーマ絵本、実はずっと探している絵本があるんだけど名前が全く思い出せない。おばあさんが月夜の晩に家の前でまったりしていて、家の中にあるものを引っ張り出してコーヒー飲んだりするんだけど、最後はほとんどのものを家から引っ張り出して満天の星空の下、テントのないキャブみたいな、キャンプみたいになってるやつ。お、なるほど。あ、なんだろう、ちょっと調べてみたんですけど、あれとは違うのかな、忙しい夜とはまた別なのかな。セニスちょっとこれで調べてみてください。これかな、違うかもしれない。なんか調べてみたら雨が降るって書いてあったから、もしかしたら違うかも。でもこれが近いかな。うん、探してみてください。で、カンパチさん、大きな株グリとグラ持ってたかな。好きな絵本は繰り返し読むよね。そうなんですよね。やっぱ絵本ってずっと覚えてるのもあるけど、なんかすごい衝撃だったやつとかもいろいろあって、いやー懐かしいな。大きな株いいですよね。私もこれはなんか今思い出したけど、なんかピーマンの戦隊ものみたいなのが書かれた絵本もちょっと好きだったな。あー、これタイトルが思い出せない。あー、もし知ってる方いたら教えてください。よろしくお願いします。ライチさん、今流れてる曲かなでさんの声に似てる気がした。あ、さっきのやつか、恋の遮断機かな。あー、ちょっと似てるかな。ありがとうございます。タオさん、おとといの県民大会、尾長知事の息子さんのお話胸に染みました。あー、そうですね、尾長知事、私も衝撃的でしたね、あのお話。いやー、びっくりしました。夕方にあのニュースの速報を見てね、おーと思って。はい。織友さん、絵本といえば立体的に飛び出るのが好きだったなって。あー、いいですよね。なんか不思議の国のアリスの立体絵本が私好きだった気がする。なんかなんかこの不思議の国のアリスってなんか、まあ小説もそうですけれども絵本でもなんかすごくこの世界観というか書く方によってまた全然違くて、いやーいいですよね、面白いですよね。うんうんうん。アイミルキーさん、奏でを探せ。私探せっていうか FM 那覇に来たらいます。はい。アイミルケイさん、奏での恩返しが好きです。おいおい、鶴の恩返しでしょ。これは、いやー、奏での恩返しって何ですか。何かして、まあ、はい。タオさん、飛び出す絵本ありましたねって、子供のことだから、喜んで触っていたらすぐ壊れるんですよね。そうなんですよね。私もちょっと壊した記憶がある。うん。で、かっちゃんさん、テーマ絵本、かっちゃんはね、小学校2年生の時ガールスカウトと奏でや大きな赤手ガニですかね、ほん、大きな赤手ガニ読書コンクールで最優秀賞いただきました。以上。おー、読書感想文かなで最優秀賞いただきました。大きな赤手ガニっていうのがあるんですか。なんか気になる。何これ。あ、カズさんごめんなさい、あ、リクエストありがとうございます。すいません、ちょっと曲はあるかな、ちょっと探してはみますが、ですね、直樹先生、テーマ絵本、飛び出す絵本というのが好きでした。いや、飛び出す絵本やっぱりね、あの立体的なの、あ、飛び出す絵本っていう絵本があるのか、なるほどね。いや、あ、デュークさん、おはようございます。いや、タオさん、テーマ絵本、ふともちもちの木という絵本を思い出しました。切り絵が印象的だったのですが話の内容は全く覚えていません。そうですね、私も絵は覚えている、話はあんまり覚えていない。ちょっと今度読んでみよう。デュークさん、教えれば基地を作っていました。あ、いいですね。あの秘密基地は外で作ってた覚えがあるな。うん、そうですね。いや、皆さん、そろそろもう1時間早いもので、もうすぐお別れの時間となっておりますよ。かっちゃんさん、俺が作ります、飛び出すから出て。いやだ、作ってください、読みます。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、月曜日のモーニング那覇、これにてちょっと終了となります。皆さん、テーマに沿ったコメントだったりいろいろありがとうございました。明日火曜日はカナがお送りいたしますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、また
明日の火曜日のモーニングナハもよろしくお願いします。ということで月曜日はこれにて終了。バイバーイ。これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイあけぼの店、ステーキ 200g がなんと1,000円、さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。新都心に雪が降る？南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー、食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市あじゃ 1-15-1